はい、山陽ゴルフやってきました。あ、いいですね、この雰囲気。今日はニクラウスカップということで、前半のハーフコンペになっております。そこで、優勝すれば無料プレー券4名分いただけるということなんで、頑張っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、クラブハウスもうすぐで見えてきました。あ、駐車場、まあまあお客さんおられますね。いいですね、先輩方も来てますかね。多分来てると思いますね。クラブハウス見に来ました。さあ行きましょう。さっき行ってみよう言ったんだけど、よし、スタートホール356ヤード、パー4、ニクラスカップスタートホール行きます。ドライバー、右のラフにありまして、残り、約160ヤード、あ、166番や。左のラフにありました。残り、まあ、15ヤードぐらい。56度、です。はい、2.5 メートルパーパット、ややスライスで飛びます。オーケー。おい。おはようパーです。クラブの方針が違うんだよ。ヤード、パー4。よし、これのマウンド越え。15分は通らないよ。左右かな、超えたか、超えましたね、だんだん。めっちゃいい当たりだったな。よし、1打目 OB 出したので、プレー4からいきます。残り90ヤード、弱50度。前です。ピン左に乗ってました。5メートルぐらいで、ややスライス。だいぶ切れました。1メートル。ラボパット。ややフック。ナイス。ラボです。
153ヤード7番屋グリーン右手前ラフ残り15ヤード56度これがうまい、またナイスアプローチややフック。はい、478ヤード、パー5。クリークは160ぐらいです。ど真ん中狙い。フェアウェイど真ん中でした、残り250ヤード打ち上げ3バウンドいきます。ダランカットね。左ラフから残り60ヤード、50打でいきます。6層目の木がちょっと怖いんでちょい右。伸びました。ガンの上に止まってました。残り4メートルでかなりフック。20センチ、パーパット、スライス。